今日はサクサクの名古屋風甘辛手羽先を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は名古屋風の甘辛手羽先を作りたいと思います。今回は手羽先を使った料理なんですけれども、名古屋で有名な甘辛の手羽先風に仕上げていきたいと思います。手軽な材料で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。手羽先、薄力粉、片栗粉、塩、胡椒、醤油、調理酒、みりん、お砂糖、おろしにんにく、白ごまです。こちらの材料で作っていきます。あと今回はフライパンで揚げ焼きするので、その時に揚げ油を使います。それではまず手羽先の下処理からしていきます。まずこの皮目を下にしていただいて、1本切れ込みを入れます。その切れ込みはなぜ入れるかというと、まず火が通りやすくなるのと、あと食べやすくするために切れ込みを入れます。どこに入れるかと言いますと、こうやって見ていただくと、手羽先はこの2本の骨があります。でその骨と骨の間、ここですね、ここに切れ込みを入れます。手羽先はこのように切れ込みを入れます。でそれでは他のもね、同じように骨と骨の間に切れ込みを入れます。包丁入れた時に皮がブニュッとなったりするので、両端を持っていただくと簡単に切れます。手羽先の下処理はこれで OK です。両面に塩コショウで下味をつけましょう。下味はこれで OK です。それでは先に甘辛ダレを作ります。鍋に醤油と調理酒、みりん、お砂糖、そしておろしにんにくを加えます。これを一旦混ぜて火にかけます。まず沸騰するまで中火で加熱していきます。沸騰したら火加減弱火にします。でこのまま1分半ほど煮詰めていきましょう。はい、1分半経ったら火を止めます。甘辛ダレはこれで OK です。このように器に移しておきましょう。続いてポリ袋を用意してください。ない場合はまな板の上またはボウルの中でこの作業を行ってください。ではまずですね、こちら下味をつけた手羽先を入れます。はい、こんな感じに入れます。ここに薄力粉とあと片栗粉ですね、1対1の割合です。でこれを加えていただいて、少し空気を含ませて、でフリフリします。そしてまんべんなく薄力粉と片栗粉をまぶしましょう。このようにまんべんなく薄力粉と片栗粉をまぶしてください。それではこちらを揚げ焼きしていきます。フライパンに油を入れましょう。1センチから2センチぐらいですね、油を入れましょう。ちょうど手羽先が入るぐらいのフライパン使っていただくと、より油の節約もできるかなと思います。中温で揚げていきますので、だいたい160度から170度ぐらいまで油を温めます。温度が160度になりました。目安はですね、箸を入れていただいて、箸の先からプクプクプクっと小さい泡が出てくるぐらいが目安です。それではお肉を入れていきます。裏返しながら揚げていきます。油切りもね、用意しておきましょう。はい、それでは2分半ぐらい経ったので裏返します。おお、いい感じのこのぐらいの色になってます。でこれ裏返すとね、ちょっと跳ねるので、やけどしないように注意してください。片面も揚げ色がつくまでね、揚げていきましょう。はい、両面いい揚げ色になったので火を止めます。7分ほど揚げました。油から取り出します。この時にやけどしないように注意してください。取り出しました。このぐらいの揚げ色になれば OK です。そしてこのぐらいカリッと揚がれば OK です。それではね、こちら3分ほど油を切ります。はい、今ね3分ほど油切りしました。それではですね、こちら先ほど作っておいたタレをこの中に浸すのではなくて、今回サクッと仕上げたいのでハケで塗っていきます。塗る時もこういった網の上でやっていただくといいかなと思います。それでは塗っていきます。
美味しそうですね。このツヤツヤ感がたまりませんね。このようにこうハケで塗っていただくとサクッとした食感も楽しめる手羽先に仕上がります。こんな感じです。それでは最後ここに胡椒ですね。お子様召し上がるときは胡椒ちょっとね控えていただいてもいいかなと思います。そして白ごまです。はい、これで甘辛手羽先の完成です。こんな感じに仕上がりました。それではいただきたいと思います。じゃあ手づかみで失礼します。これでなんかいろいろ食べ方があるんですよね。あ、パリパリ、おお、美味しそう。手で失礼いたします。いただきます。うん、うん、おいしい。この甘辛さがちょうどいいですね。うん、タレにね全部つけてないので表面がねカリカリしてますね。うん、おいしい。味の濃さもちょうどいい濃さに仕上がってるのでいくらでも食べれちゃいますね。今回ですねそこまで胡椒振ってないので胡椒効かせたい方はもっとね結構多めに最後トッピングでかけていただけたらいいかなと思います。お子様が召し上がるときは最後のね胡椒抜いていただくと全然辛くないので美味しく召し上がっていただけると思います。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の手羽先の甘辛チキンのポイントです。まず手羽先の下処理なんですけれども、手羽先はですねこの太い部分に骨が2本入ってます。その骨と骨の間に切れ込みを入れてください。そうするとまず食べやすいのと、あと火の通りも良くなります。結構ねこの手羽先っていうのは厚みがあるので火が通りにくかったりするんですけれども、今回やったみたいに真ん中に切れ込みを入れていただくときちんと中まで火が通ります。そして手羽先を揚げる時のポイントです。今回はフライパンを使って揚げました。通常のねお鍋を使うよりも油の量が少ないので節約になるかなと思います。あとですね手羽先をフライパンの中に入れていくとどんどん油の傘が増しますので、だいたいそこから1センチぐらいの油を敷いていただくといいかなと思います。今回使った私のフライパンの大きさは20センチです。揚げ終わった後は油をしっかりと切ってください。油を切る時のポイントなんですけれども、キッチンペーパーの上に置いてしまうと衣の部分がちょっとねふやけてしまいますので、今回私が使ったみたいに網状のもので油を切っていただくといいかなと思います。そして今回のねポイントとしては、甘辛だれはハケで塗りました。こうやってハケで塗っていただくことで手羽先のサクッとした食感も楽しんでいただけます。しっとりとした感じがお好きな方はタレの中に手羽先を入れて目いっぱい甘辛だれをつけていただけたらと思います。ご飯のお供、そしてお酒のおつまみにもぴったりかなと思います。すごく美味しいのでぜひ作ってみてください。今日は名古屋風の甘辛手羽先を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。